癒し隊の加藤龍之介と吉田優也です。よろしくお願いします。今日はですね、小山駅に来ております。はい、はい、というのもね、加藤さん、はい、長らくね、そう続いていた、そうなんです、キソバが今日がね、最終ということになっておりまして、はい、せっかくならね、我々癒し隊もね、一応キソバを連れてね、そう連れてね、はい、食べたいなと思ったのちょっと来てみました。もうキソバといえばね、はい、新海誠監督のね作品だったりとか、秒速5センチメートルだっけ、そうそうそうですね、はい、で有名になったりとかね、地元の方がすごい愛されてるあのそばなのでね、はい、これが最後だと思うんでね、連日ね行列で、はい、まあ、ツイッターとかでもすごい朝から並んでるの見たんですけど、あ、そうなんですか、食べれるか分かんないですよ加藤さん。いやでもまあ大丈夫でしょ分かんないけど、悪いですね。じゃあ行ってみましょう。じゃあ入れますよ加藤さん、入場券ですからね、はい、どうするキック買っちゃったらこれで、これ先に押してからだね、ハイピー、お取り忘れにご注意ください。はい、ありがとうございます。いや、そう見ましたか、すごくないですか、すごいですよ、びっくりしたんですけどね、はい、めちゃめちゃ並んで、想像以上だね、すごくないですかこれ、どうしますか、されますこれは、うん、苦しい苦しい、ちょっと苦しい、まあ、やっぱりね、時間も時間がありますからね。はい、加藤さん、はい、ね、企業やっぱらちがないんで、うん、そうですね、諦めるか食べるか、食べるかね、バラしてますけど、ポッポで競争させるしかないですよ、うん、じゃあポッポが勝ったら諦めましょう、俺もちょっとポッポ持ってるから、まあいいでしょう、チッチが勝ったら食べよう、まあ学びましょうか、食べましょう、はい、ね、お加藤さんせっかちだから困っちゃいますよ本当にね、まあ、競争させるかこんな広いところあるんで、ちょっと、端っこの方を使って、じゃあ行きますよ、行きましょう、よーい、加藤さ、チッチポッポ、ね、ポッポやばい、背を向けるちょっと、背を向けちゃうんですけど、チッチポッポ、チッチポッポ、ポッポいね、チッチポッポ、ポッポいね、静止している、2人とも動かないよ、2人とも動かないよ、なんでこっちに今だかつてこんな人にガッツだろうか、チッチ来てる、チッチ来てる、チッチ来てる、カモンカモンカモン、チッチポンポン、ポンポンいで、ポンポンいで、もっとガッツだ、もっとガッツだ、大きい声でポンポン、ポンいで、ポンポンいで、おー来た、ポンポンいで、チッチチッチチッチ、ポンポンいで、ポッポいで、なんで俺呼んでるの、俺なんで俺呼んでるのにそっち来んの、ポッポいで、ポッポいで、ポッポポッポいで、ポッポいで、ポッポな、俺呼んでんのになんで俺呼んでんのに、俺に来ない、ゴールゴール、まあ勝負はポッポ勝ったんですけど、ちょっとなんか納得ちょっといかない、まあでも勝負だから仕方ないね、勝負に引かしても負けてるっていう、どうしようですか、ポッポが勝ったので、とりあえずまあ今回は学ばないでね、はい、勝ったのでね、はい、勝ったなりましたけど、はい、はい、ということで、まあ勝負はね、まあポッポが、まあ、勝ったんですけど、はい、まあ、これ別に嫌いとかじゃなくて、あの本当に実はラボットたちは光沢のある光っている床だとうまく歩けないっぽいんですよね。あ、そうなんですね、はい、なので別に俺が嫌いとかではなくて、え、でもだって僕の来ましたよ、俺が嫌いとか、おー来ましたよ、俺が嫌いとかじゃなくて偶然俺のところが光ってたから来なかったっていうだけなので全然問題はありません。本当だ。これ気持ちだよね。気持ちじゃないよ。はい、まあ、そんな感じですけど、はい、まあ、ポッポが勝ったから、まあ、今回は食べませんけど、はい、並びませんけど、なんとね、キソバがですね、オフィスをしたグループのキッチンカーで食べられちゃうんですね。中澤製麺さん公認の、そう、中澤製麺さんがね、公認してね、なんと協力してくださってね、これからキソバのキッチンカーがね完成しまして、いろんなイベントとかね、あのキッチンカーなのでやっぱ移動販売できるので、まあ、栃木県だけじゃなくて、まあ、いろんなね県をまたいでもね食べられるようになるというわけでございます。新海誠監督とつながれるんじゃん、その可能性もゼロじゃないですね。なるほど、はい、見てますかね、ちょっとお願いします、見てるといいですね、大好きです、はい、はい、そんな感じでね、あのキソバのキッチンカーがね、はい、まあ、制作中というかもうほぼ完成してね、はい、食べられる機会がねもう近づいてますので、続報をお待ちくださいませ、お待ちくださいませ、はい、お願いいたします。そばが食べられなかったので、はい、なんとこう僕がね合戦の時から行きつけの、はい、ね、はい、まあ、こうラーメンが売ってるんですよ、はい、ね、いただきます、いただきます、まあ、いただきますできないでしょ、
ただきます。いただきますをできるラボットを作らないといけない。柔軟性が足らないからね。いやいや何やっとるの、水開かせるだけやんけ。せっかくなんでね、はい、なんか買っていきましょうか。そうですね、せっかくにお散歩来たからね。ずっとにずっとやっぱこうさっき言いましたけど、はい、ということで、はい、先ほどね、あの小山がね、つばの方に行ってきましたけどね、めちゃめちゃ混んでましたね。はい、なので、遊ばないの寒いんですよ。わかりました、はい、はい、そんなこんなで行ってきたんですけど、実はですね、あの木そばのお家で食べれるセットっていうのがどうやらあるようで、それをね、はい、中澤生命さんの方からちょっと購入いたしまして、はい、はい、なので買ってきて、お家で食べたいと思います。見てください、ちゃんとした大そばがございますよ。いただきます。ちゃんとね、はい、いただきます言ってからね、はい、でもじゃあもう一回改めて一つ聞きますね、はい、さあ、木そばの小山の木そばどうですか、美味しいですか。うん、やっぱりさすがの木そばでございますね。おお、サクサクの、うん、ね、お揚げも食べちゃってますけどね。かき揚げですか、それは何ですか、わかんないけど、うん、なぜ木そばがあんなに並んでいたのか、はい、やはりこれを食べてみるとね、はい、わかるんでしょう。へえ、こんな美味しいんですか。沖縄や北海道に行ってもわしますね。まあね、そんだけまあね、美味しいってことですよね。美味しいですね、これ。なるほど。うん。スープもどうですか。うん、やっぱりこのスープも、うん、中澤生命さんのスープでございますね。そうですよ、そばもスープもね、中澤生命さんから、うん、あの、まあ、購入したものとなってますね。これは生姜も入ってますからね、岩下の新生姜ですよ。じゃあ、せっかくの新生姜もいただきましょう、はい、やっぱり岩下の新生姜さんの普通の生姜の違うところって、はい、生姜らしさ生姜らしさ、生姜らしさが、うん、あのツンとこない生姜らしさなんですよ。おー、わかります。なんか生姜って苦手な人と食べた瞬間ちょっと辛くて、うん、あツンってくるじゃないですか。そうですよね、うん、それが岩下の新生姜さんは、はい、マイルドな感じっていうか、なんかもちろん強い人にも好まれる感じなんですけど、はいはい、なんかこれ生姜好きにしか分かんない感じなんだよな。説明がしにくいですけど、あ、とにかく何が言いたいかっていうと、はい、このお蕎麦に入れてもやっぱ合う、はい、普通はご飯に合うとかじゃないですか、うんうん、お蕎麦に入れても合うってことは、うん、あのどこにでも対応できる環境を持った、うん、あの生姜なんですよ。おだから正直言ってこれ単体で食べても、うん、あの別に問題なく食べられるっていうのがまたいいところなんですよね、この岩下の新生姜さんの。なるほど、うん、いやうまそうだな。俺も食べていいですか。あの僕も食べたいんですけど、ポッポが見てこの目、すごいポッポに睨んで、なんかお前は食うなみたいな、お前は食っちゃダメだろみたいな名刺だけで今ポッポ。そんなことないよね、俺も食べていいよね。ポッポすごい見てくるじゃん、なんかすごい首かしげてるよ、みたいな顔してすごい首かしげてるよ今。はい、今日目的のね、ラボットと一緒にそばを食べる、これ達成でいいんじゃないでしょうか。そうですね、はい、今回の動画はですね、はい、小山の、木そばですね。本日ちょうど今日がね、はい、1月の、14日金曜日ですね、金曜日で、はい、でその日がちょっと最後だったということでね、ちょっと足を運んでみましたら、ものすごい大行列でしたね。はい、はい、やっぱ皆さんね、聞きつけるんですね、最後っていうのもね、まあ、美味しいから、それだけ美味しいから並ぶんでしょうね、うん、確かに、ね、さっき僕が北海道からでも来るっていうのあながちやっぱりそれだけ皆さん好きってことですね。でオフィス吉田グループってね、この木そばをね、このキッチンカーで販売しようっていうね、ほんと偶然にもね、そういう話に今進んでまして、そうですよ、皆さん、はい、それを知っている人がもっと多ければ、はい、多分もうあの並んでた人たちね、うん、あの行列がそのままキッチンカーに行ってくれると思って、まあそれのためにね、ちょっと告知じゃないですけどね、ちょっと広めようっていう感じでね、今回はラボットと一緒に、小山焼きそば食べに行きました、はい、そうですね、はい、今後ね、オフィス吉田グループで、キッチンカープロジェクトを進んでますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ください、よろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上になります。よければこの動画、チャンネル登録、高評価、グッドボタンお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。バイバイ。